こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、フォトグラファーの山口です。今回は、ちょっと前に、初めてジンバルを使った動画撮影をする機会があったので、その時に使ったジンバルの話をしたいと思います。レビューになるかな？レビューになればいいんですけど、はい。使ったジンバルなんですけども、DJI のローニン S っていうモデルを使いました。このジンバルにした理由とか、で、まあ、実際使ってみてどうだったかっていう話がしていけたらなというふうに思います。はい、まずなんですけど、今これ、見ていただいているのが、DJI のサイトを表示してますけど、実はちょっと今回レンタルにしたので、もう実機が手元にないんですよ。これ返却しちゃったので。で、まあ、今回その、ジンバルの細かい、使い方とかそういう説明をするわけではないので、まあ実機、本当はまあ実機を触りながら説明できるのが良かったのかもしれないんですけど、まあちょっともう手元にないですっていうことを、ちょっとあらかじめご了承くださいっていう感じです。はい、じゃあ、ジンバルをこのモデルにした理由ですけども、ポイントが3つほどありまして、まず1つ目が、片手用ジンバルっていうことですね。両手の方が多分安定感があると思うんですけど、どうしても多分大きくなっちゃうので、できるだけ小さくしたかったんですね。今回撮影が、街歩きをしながらの撮影っていう風になってたので、あまりこう大きなものを持ちながら歩きたくなかったっていうことと、大きくなるとどうしても目立っちゃうので、まあ、恥ずかしさもありますけども、どちらかというとこう目立つと、撮影してる動画の方に視線が集まりすぎちゃう気がしてて、ちょっとそれは避けたかったんですよ。なんでまあ一応今回は片手よって最初から考えてました。はい。で、2つ目なんですけど、2つ目はペイロードって言われるジンバルの上に乗せられる撮影機材の重さの上限ですね。今回使ったカメラはキヤノンの EOS 5D Mark IV ですね。これが、重さが 890g ってなってます。これと、レンズは、シグマのアートレンズで、24から 70mm の F2.8 透視ですね。これは重さが、ちょっと重くって、1020g で1キロ超えてるんですよ。で、これ2つ合わせると大体、2キロ弱ですね。で、それに、場合によっては、外部マイクをつける可能性があったので、機材の上限、機材の重さっていうのが、2キロぐらいは十分乗るものじゃないと今回使えないっていうことですね。で、まあ当然使ってるのでローニン S に関してはそこは問題なくて、ちなみにローニン S のペイロードは 3.6 キロっていうふうになってますね。全然余裕ですね。はい。で、今のが2つ目でしょ。で、3つ目のポイントっていうのが、初心者でも簡単に設定ができるかどうかっていうところですね。設定に関しては細かく言うと、カメラを載せるところと、それから、それぞれのこうモーターの調整っていうのがあるみたいなんですけど、まずその、最初載せるところなんですけど、ジンバルに、電源が入ってない状態でも、バランスが取れてる状態まで調整する必要があるんですよ。位置調整ですね、カメラの載せる。で、これはその各、モーターが3つあるんですけど、それぞれにアームの出し入れをしながら、位置調整をするんですけど、これまあ多分許容量もあると思うんですけど、ある程度こうバランスが取れてる状態まで持っていく必要があって、で、それがまあ、初心者だと、初感でちゃんとこう、バランスが取れてるかどうかって、若干ちょっと分かりにくいところがあったりとかするんですよ。まあ、慣れれば多分大丈夫だと思うんですけど、これは多分その、慣れてきたとしても、許容量に入っているかどうかっていうところが、習慣じゃなくて、まあ、ジンバルだったり、そのメーカーが用意してくれる何かで、チェックできるっていう方が多分安心感があると思いますし、設定までに時間があまりこうかからなくて、すぐに撮影に入れるんじゃないかなと思ってたんですね。で、まあ、初心者なんで、まずそれが提供されている方が最初安心感があったんで、それはちょっと条件に一つしてました。で、それと、今言ったように、モーターが、軸ごとに3つあるんですけど、このモーターの出力もなんか調整する必要が
あったりするんですよ。これはね、ちょっと全てのジンバルにおいてそうなのかどうかわからないんですけど、上に乗せてる、カメラの機材の重さによって、モーターの強さを調整するらしいんですね。でこの調整も、ジンバルによってはあらかじめそのパソコンとかにつないで、調整する必要があったりとかするらしいんですけど、屋外でそういうことをしようとすると結構面倒じゃないですか。で、今時なんで多分スマホとかのアプリでできる方が当然楽で、でこの、ローニー S に関しては DJI の方からこういう、アプリが提供されてるんですね。でこれスマホで、簡単に、位置調整のチェックと、それから、モーターの、チューニングっていうのが多分、詰めるとこういろいろ細かく調整はもできるんだと思うんですけど、初心者でもこう簡単にワンタップでできるように、調整とそれから、チューニングっていう風な感じ、調整じゃないや、チェックとチューニングっていう感じで、簡単にできるような感じで提供されてるんですね。でこれが、あるっていうのが分かったんで、すごく安心してこれを選ぶことができたんです。これで3つでしょ。でここまでで、何種類かに絞られてるんですけど、これね1つになればすごく選びやすかったんですけど、そんなこともなくて、で多分ね、厳密に言うと思い出すと、こう背面ディスプレイ、カメラのディスプレイのところに背面にあるこう、モーターが位置が被らないとかっていろいろ多分考えたんだと思うんですけど、多分ねそこじゃなくて最後選んだ理由っていうのは、DJI さんだけ、ジンバルを検討する前から名前を知ってたので、初心者ってこともあったんで、安心感が欲しくて、DJI を選んだって感じですね。でそれでもう、ローニー S になっちゃったっていう感じだと思います。最後ちょっとね、これ人によると思うので、これが参考になるかどうかわからないですけど、一応今回、初めてジンバルを選ぶときに考えた感じはこんな感じです。で今回は、ローニー S になりましたっていう感じですね。はい、ここからは実際に撮影をした動画を見ながら、使ってみた感想なんかを話していこうと思いますが、ローニー S にしましたっていうところはもう、話し終わってるんですけども、僕も、検討するときに YouTube にたくさんの方が上げられているレビュー動画を、参考にさせてもらいながら検討したんですけど、皆さんおっしゃられるのがローニー S がすごく重いっていう話をされるんですよ。でね、重いものは持って歩きたくないみたいな話をもう最初の方にしてたんですけども、今回そのペイロードのところで話をしてた、カメラ自体、カメラ上に載せるカメラとレンズの重さがだいたい2キロぐらいだったんですけども、ローニー S も2キロぐらいになるんですね。なんで今回持って歩くのが4キロになっちゃったんですよ。でね、心配しかなかったんですけど、まだその数字だけではちょっとイメージが湧かなかったのが、持ってみてっていうのが、撮影自体は1日だけだったんですけど、前日を練習日に当ててまして、でその前の日なんで2日前の夜に届けてもらって、もうその日のうちに一旦開封をして、組み立てて、カメラを乗せて家の中をちょっと歩いてみたんですけど、心配しかない、その撮影日のを考えると心配しかない重さでしたね。で前日のその練習日っていうのが、バラした状態で運んで、近所の河川敷の広場まで持って行って、で現地で組み立てて設定をして撮影をするまでをちょっとリハーサルをしてみたんですね。でいろいろ調べたこともあったし、他の方のこう、レビュー動画とかっていうのもすごい参考になったので、そこまで戸惑うことはなかった。でスムーズにそこまで進められたんですけど、やっぱり重さっていうのは、なかなか自分で持ってみないとわからないところで、実際撮影してみて一回休憩しようかなと思って、どれぐらい撮影したかを見てみると、6分7分ぐらいだったんですよ。それがもう翌日撮影1日結構、お昼ぐらいから予定をしてて、夕方ぐらいまで時間を取ってたので、
これをその時間ずっと持ち続ける必要があるのかなと思うとちょっと気が遠くなる感じだったんですけど、まあ翌日のことなので、まあ今回は気合いでっていう感じですよね。はい、で撮影当日っていうことですけども、1日使ってみてどうだったかっていうと、やっぱり重さに泣かされましたね。今回のように街歩きをしながらこう長時間撮るのにはやっぱり適さない重さですね。すごくその製品自体はしっかりしているので、すごくこう安定感のある絵は撮れるんですよ。なので、多分 5分6分とか、まあ、10分以内のカットを、たくさん撮って、それをこう素材にするような作品を作るときっていうのはすごくいいかなというふうには思いますけども、長時間こう持ち歩きながら撮影をするのにはちょっと適さない重さですね。はい、で操作に関してなんですけども、大体こう操作系がグリップをした時の親指あたりに集まってるっていうのは、これ多分ローニン S だけじゃなくてジンバル全般そうだと思うので、ここに関してはそんなに違いは多分、ないと思うんですね。ボタンの数だったりとか、そのジョイスティックの形状だったりとかっていうのはいろいろあると思うんですけども、で、ローニン S に関しては、人差し指側、ジンバルの前側ですねにも一つ、ボタンが、あって、でこれで、モードの切り替えだったりとか、カメラをホームポジションに戻したりとかっていう操作ができるのと、長押しをするとロックモードになるんですね。ジンバルによってはこの前側にボタンがないタイプのものは、モード切り替えを親指側のボタンでするんですけど、モードの中にそのロックモードっていうのが割り当てられているものも中にはあるって聞いてるんですけど、これに関して言うと、例えばその街歩きをしているときに完全に直進をしているとき、ちょっと今、映像で言うとこんな感じで、直進だけをしているときっていうのは本当にこう、ブレる必要がないですし、振る必要もないので、ロックしてたいんですよ。でそこから多分例えばそのカーブしたりとか、何かその、被写体を見つけてそこを旋回したい時とかっていうのは、急にその、パン方向に追従モードに切り替えたいんですね。でその時は、モードに割り当てられているとジンバルの場合はモードを切り替える必要があるんですけども、ローニン S の場合はその長押しをしている前のボタンを離すだけでいいっていうので、すごくここは、シーンを、連続して撮影するっていうのには向いている、モデルなんじゃないかなっていうふうには思いました。はい、今実際に撮影をした動画を見てもらいながら今これ話をしてるんですけども、いかがですかね。すごく安定をした映像は撮れてると思うんですけども、この辺の素材を使った、サンプル動画っていうのを以前にアップしてるので、よかったらまたそちらも見ていただきたいんですけども、これ撮影し終わって自分でこう見返した時に、安定感っていうのは当然あって、手ぶれも当然ないんですけども、やっぱりちょっと歩き方が初心者ってこともあってうまくできてなくて、こう上下動はどうしてもこう動画の中に残ってるんですけども、この辺も気をつければもっとこう安定感が出てきて、もっとこうスムーズな映像が撮れるんじゃないかなっていうふうには、思いました。はい、で重さ以外に1点ちょっと気になるところがありまして、そこはですね、こうホームポジションに戻すボタン、人差し指にあるボタンで、二度押しすると、ダブルクリックすると、ホームポジションに戻るんですけども、それが、正面に戻りきらない時が何回かあったんですよ。何回かというか、そっちの方が多かったかな。で、たまに戻ったりとかもするんですけども、なんでこれがね、ちょっと原因がよくわからなくて、もう、1日しか使わなかったので、それはもうそういう風なもんだと思って使ったんですけども、これがその自動で、モーター出力を設定してるからで、例えばその手動でもうちょっと、強めに調整してあげると大丈夫なのか、個体差なのかちょっとそこはよくわからないんですけども、ちょっと使いながらそこは一番気になりましたね。はい、最後、まとめになるんですけども、ローニン S は、やっぱり、
重さがネックになってくる気はしますね。ただ、いろいろこう仕組みは、使いやすいものが提供されているので、いいジンバルの一つなんじゃないかなというふうには思いました。一つは、アプリですね。これ設定しやすかったですね。それから本体の方は人差し指側に来る、ボタンですね。これあのロックモードとそれからそれ以外のモードとの行き来がすごくしやすくて、連続したシーンの撮影にはすごく活躍した気がします。それと、カメラの、背面のこう液晶ディスプレイのところに、の部分に来るモーターの位置が、ディスプレイと被らない位置にずれてこうついているので、撮影中に、ディスプレイが確認しやすかったです。これは、他にも何種類かこういう形のジンバルあると思うんですけども、今後もっと多分増えてくると思いますね。これすごく使いやすいと思います。なので、全体的に言うとやっぱり初心者にも使いやすい仕組みができていて、提供されていて、すごく優しいジンバル、いいジンバルなんじゃないかなというふうには思いました。まあ、重さを除いてということなんですけども、なんで、まあ一度その、いろいろ検討される中でロニー S も触って見られてはどうかなというふうには、思いました。多分気に入られる方いらっしゃると思いますよ。はい、ちょっとすごく長くなってしまったんですけども、それにレビューをする本体が出てこないというちょっと変わったレビュー動画になってしまったんですけども、今ジンバルとかを検討されている方の参考になればいいかなというふうに思います。参考になったよという方がいらっしゃいましたら、評価もしていただけるとすごくありがたいです。それから今後またいろいろ動画が作っていけたらいいなというふうにも思っていますので、チャンネル登録もよろしければお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。